久々に食いがいのある山です。あなた方あなた方黒く染まっていくのか。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。こんばんは、デッドマウントークデスプレイディオデデラジ、パーソナリティの篠山ポルカ君役、榊原優希です。さて、前回に引き続き今回もこの方がスタジオにいらっしゃっております。自己紹介お願いいたします。はい、デデラジオ劇の皆さん、こんばんは。デッドマウントデスプレイ原瀬幸三郎役、岡本信彦です。かわいい、マジかわいい。これたっけ無理、今日もよろぴこたっけ、カスカスになるわ、なくなっちゃう俺これどんどん上にお互い上げていく、上げていく、死んじゃう死んじゃう、無理無理ということで、うん、ちなみに子供の頃からその声なの、はい、小学生とか。あ、いや違うんです、あの子供のちっちゃい頃は、うん、高くて声代わりにして、今こんな落ち着いたトーンボイスになりました。マジでどんだけ、もう高周波、モスキートーンで喋ってたの子供の頃。あの父からは声代わりして、うん、よかった、ようやくお前の声が音波から声になったなって音波だったんだじゃあもうあれだね、お父さんもよかったかもしれないね。なんか叫ばれても夜泣きとかされても聞こえないもんね、きっとね。いや、なんかもうなんか なんでしょうね、ちょうど、いや、なんか聞こえるぐらいの超音波になるの、なんでしょうね、あのほら、人が集まらないようにする音って感じで、うんうんうん、あの 万民に聞こえるモスキートンみたいな感じで、そうなんですよ、万民に聞こえちゃうんだ。父からは、あの、頼む、なんかあの音量的にはそうでもないはずなんだけど音程を下げてくれって。おー、やばい、 もしかしたらね、常時黒板を引っかく音の可能性あるもんね、えぐい音の可能性あるよね。やばいね、よかったね、それ落ち着いて、ね、もしその黒板を引っかくような音のまま発声してたら、多分誰も聞いてくれなかったと思う、声優になれなかったもんね。あの今ね、あの皆様にこうしてね、ちゃんと声を届けられていてよかった。ね、よかった。音波じゃなくてよかった。ね、耳塞がれなくてよかった本当。セーフだぜ。はい。違うんです違うんですよ。違う、そう、デッドマウントデスプレイの話をしていくんですよ、うん、しよう、はい、ワールドワイドなんでしょ。そうなんです。実はですね、うん、デッドマウントデスプレイはですね、うんうん、あのワールドワイドということが発覚いたしまして、はい、こちら、ラジオネーム MM みやびさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。榊原さん、ハロー、こんにちは、こんにちは、はい、岡本様、ハロー、ハロー、ブラジルから毎週ラジオを聞いてます。私は榊原さんが主演と聞き、デッドマウントデスプレイを見始めました。1話を見て、あれ、何か見覚えのあるシーンだなと思いながら見ていたら、あれ、この後ヒロインが死ななかったと思った矢先、本当にヒロインが死んだ、え、なんで私は知っているのと思っていたら、そうか、1年ぐらい前にすることがないからどんな漫画があるか見ていたら面白そうなのを見つけて読み始めたら面白くて、2日で読み終わって続きがあることをすっかり忘れて今に至る、日本語で読みたかったのだけれども探してもどこにもなく、けれどポルトガル語では読みたくないので結局英語で読みました、うんうん、ポルトガル語で読むと日本語とは全く違う意味、ポルトガル語では説明できない日本語があるので漫画は絶対にポルトガル語では読まないようにしています、日本に行くための勉強にもなりますので。いや、上手、ありがとうございます。いや、むちゃくちゃ日本語上手、やばい、ね、上手ですよね。今に至るだよ、やばくない、なかなかすごいね。なんでしょう、あの使いづらそうだなって日本人から見て思うような日本語を使いこなしてらっしゃる。え、榊原くんって英語できる？ちなみに。できますよ。俺は全くできないんだけど、マジで全くできなくて、はい、なんか辛くて、海外旅行は好きなの、はいはいはい、だから旅行行くと英語で頑張るんだけ ど、はいはい、でも大体旅行先どこの国行っても大体母国語と英語と、うん、まあもう一各国語くらいできたりする方もいらっしゃるの。いらっしゃいますね。だからそれを目の当たりにするとちょショック受けるかも、いつもなんかなんでできないんだろうって。いや、本当、いや、ごめんなさい、調子に乗りましたが、そんなできないです。かわいい、はい、あ、あ、
I'm good! まあいいね、なんか教科書だったらね I'm fine, thank you, and you だから、ね、それを言っちゃダメっていうのはね、なんかね聞いた気がする。なんかあの拙者も元気でござるみたいな感じの表現っていうのは、ね、それがしはみたいになってるんだよねっていうのだけはなんか学んだ気がする。いや面白いね、なんかポルト語、うん、ポルトガル語ではまあ、表現できない日本語があるっていうのは知らなかった。各言語ごとのなんか何でしょう、ありますよね、ズレというか、そのこの言語では一言で説明できるけど、うんうんうん、こっちではそのニュアンスが一言では表せないとか。いやそうだよね、だって日本人の感覚だとよくそうそうみたいな言葉をよく言うイメージなの、うんうんうん、まあまあだよっていうのが、うんうん、なんかオツなものっていうか、なんか謙遜に近い感覚なんだけど、うん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 、英語圏でそうそう言うとダメになっちゃうから、もうイメージ的には良くないみたいな。そうなんだ。なんかそうだから例えばハワイ言うててそうそうっていくと、なんか日本人の感覚からするとまあまあまあっすねみたいな、うんうんうん、まあぼちぼちでんなぐらいな感覚だったんだけど、はいはい、もう最悪だよみたいな感じにも取られるというか、ジョークに近しいというか、まあまあじゃないみたいな、最悪みたいな。そこは知らなんだ。感じって言われて、そうなんだと思って。うん、違うんだなって思いました、ね、違うんですね、面白い、うん、でもそんな、 なんかあの言語の、うん、言語のというか、 なんか国境を越えて広まるデッドマウントディスプレイ、うん、日本の真裏だからねいやすごいありがたいです ね、 ありがたいね、めちゃくちゃ。いやぜひぜひちょっとなんかもしかしたらね、うんうん、あのいろいろ他にもいろんな国で見てくださってる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、うんうんうん、あの今後ともあのデッドマウントディスプレイよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますはい、ということで、このデッドマントークディスプレイでは、うん、テレビアニメデッドマントディスプレイのキャラクター、ストーリー、伏線や謎など様々な魅力をリスナーの皆さんと掘り下げていく、そんなラジオです。はい、愛称はデデラジでお願いいたします。します。それではそろそろ始めていきましょうか、デッドマントークディスプレイディオデデラジ第7回デッドマントークディスプレイディオデデラジ。この番組はデッドマウントディスプレイ制作委員会の提供でお送りいたします。放送配信情報。テレビアニメデッドマウントディスプレイは毎週月曜24時より東京 MX 他にて順次放送中。 D アニメストア、 U-NEXT、 アニメ放題にて地上波同時配信、その他各配信サイトにて順次配信。それでは今回の番組前半はこのコーナー、 dmdp.com。 こちらはいわゆる普通オタ、普通のお便りのコーナーです、うんうん、パーソナリティやゲストさん宛てのメール、そしてテレビアニメデッドマントディスプレイの感想をご紹介しておしゃべりしていきたいと思います、今回はまずテレビアニメデッドマントディスプレイ5話についての感想届いておりますので、はい、ご紹介していきたいと思いま す、 お願いします、ラジオネームピエさんからいただきました、ありがとうございます。デッド、私は今第5話が放送された後の世界線にいるのですが、うん、ものすごくかっこいいバトルシーンやなかなかにチャーミングな篠山家の方々、はい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 、そして細路木さんの登場など、情報量盛りだくさんの回だったと思うのですが、何よりも気になっていたキャラクターの一人であるレミングスさんの CV が青井翔太さんだったことに一番驚きました。わかる見た目的にゴリゴリの低音ボイスを予想していたのでいい意味で裏切られましたし、うんうんうん、ひそひそ話をする姿などからももしかして可愛らしい方だったり、いや、うん、包帯の中身が超絶美少年とかだったらどうしようなどと妄想が膨らみました、うんうんうん、毎回いろんな驚きとワクワクをくれる DMDP をこれからも楽しみにしております。いや、あり得る話になったよね、翔太が CV をやることによって、ね、中身がもしかしたら超絶美少年かもしれないってなりましたね。絶対でも皆さん、うん、あれですよね、もう本当中身予想はゴリゴリな、なんでしょう、あのゴリゴリマッチョ予想されていたのではないか、ね、いるのではないかと言いますか。普通に考えたらそっちになりそうだけど、逆に怪しさとかも相まって、ね、いいキャスティングで、ね、だから、うん、来てほしいね、ゲストにねいやそうなんですよ、どのセリフが一番難しかったですかってやっぱね聞くべきだと思うんだよねどんなトークになるのか、どんなトークになるのかね。だからでもなんか2人の声質的にはなんか美容のトークしてほしいですけどねなんか一緒になんかお話したいんですね。うんね、みたいな、保湿ってどうされてますか。あ、いいね、そうそう、そういうのやってほしいまるでガールズトークみたいなやつやってほしい。わかる
あ、いいね、楽しそう。それこの間なんかパンケーキとか食べちゃっていい、ね、カロリーやばいよねって可愛いってずっと言ってほしい永遠断ることに可愛いって言ってほしい。いいね、トーク、うん、あのシーンかわいいって全部言ってほしい、すべてのシーン。やばーってやばいよねって、いやアラジソンいい男だよねって。あー、なんかもう耳だとすごい嬉しい、耳そのトーンに聞くとすごい嬉しい、黄色い線変に聞こえるわ。そんなトークができるんだろうか。どうなんだろうね。いやでも、うん、本当にね、そう、あのレミングスさんもむちゃくちゃこの後が気になる。そう、強いんですよ。そう強いんですよ、ね、もうなんか動きもね、奇怪だしね、てか登場も奇怪だし、うんうんうん、なんか多くを語らない姿が、うんうん、ポルカ以上の強者感があって、なんかずるいなって思いましたね。なんかもう多くどころかもう現時点で何も語ってないじゃないですか。そうそうそう、息だけ息遣いのみ。そうだからすごくね、この先気になる、うん、そうずっと永遠にこの先気になる方々が出続けるというのも、うん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 、やっぱあって改めてデッドマンドデスプレイだなというその感じがしておりますよ、うんうんうん、はい。でもそんなところなんですけれども、はい、他にもねちょっとそう気になるといえば、うん、とはいえですよ、とはいえやっぱゲストに岡本さん来てくださったじゃないですか、うんうんうん、あのねずっとね荒瀬さんのことが気になってらっしゃる方がいらっしゃるんですよ。あ、マジ？そうなんです。なんかすごくあの強火なね、あ強火な、またラジオネームレイラさんから来ました。DMDP5 話を視聴いたしました、荒瀬幸三郎の戦闘シーンがとても好きとなっています、うんうんうん、その部分だけ何度も何度も見返しています、うんうん、荒瀬はおまわりさんなので、うんうん、警棒をレミングスに振りかざすところや、うん、手錠のシーンなどを見ているとお顔からあふれる色気のおかげでつくづく悪い警察官のお兄さんに沼ってしまったなと思います。そしてレミングスとの戦闘が終わった後は髪がボサボサになって服も少しボロボロになって、これ貴重なシーンなのではとそのシーンについてたくさん考えていました。その後、岩さんのタバコにちゃんと火をつけるのもさすがだなと、うんうんうん、DMDP 毎週の支えになっております。これからも楽しみです。ありがとうございました。よく見てる、多分レイラさんはね荒瀬さんが死ぬ瞬間もわー綺麗って言ってくれそう例えば死ぬ瞬間があったとしても、ね、そう、どんな死に方してもあもう美しい最高綺麗とか言ってくれそう。もう困るって、うんね、うん、爆発してバラバラになったとしてもね、綺麗って言ってくれそう。綺麗な花火だ、いい花火だ言ってくれそう。そんなシーンないけどね。そんなシーンないないんだけど、それぐらいのなんか勢いを感じるねこの方はね。同じような方がでもね一人いたらね10人100人はいるかもしれないんでね、うんうんうん、同じように思ってる方もいるかもしれないですね。強火なお便りをいただいたので、うん、ご紹介、ありがとうございます。ご紹介しようとスタッフさんからもいや提案があったってことで、提案がありまして、ちょっと今回ご紹介させていただきました。いや本当いい、いやいいよね。なんかタバコにちゃんと火をつけるっていうのが、うん、これ一番なんか普通の人の部分も見れた気がして、えこう普通なのか、うん、どう、いやだからなんかちょっと入れ墨とかもね、まあ、そうそうそう、あるじゃないですか。えぐいじゃん、結構えぐめのがあるじゃん。そう、なんかこれは何か関係しているのか、うんうんうん、そんな感じの上下関係のある、あ、まあ、確かに世界にいたのかなんだろうかとか、なんだろうね、なんかいろんなこの考察がはかどると言いますか、ねね、一部の社会性はあるのかもしれない。だからそのねこの僕らが知ってる一般社会の社会性っていうよりはね、なのか何なのか、うん、何なのかって感じはしますけど、でもねよくね頑張ったと思う、こんなに強い、うん、人ならざる者たちの戦いに介入して、うんうん、ちゃんとちょっと戦えてる雰囲気があるのはすごいなって思う。髪ボサボサで服がちょっとボロボロになったぐらいで済んでる。いやそうなんだよ、普通だったらもう死んでるそう、おかしくない、死んでもおかしくない、ね、なんかだってね殺されなかったとしても助かった人、うん、肩結びとかだったしでもねやっぱねゾクッとする瞬間はねやっぱね、うん、強者だからこそあるっていうのはね、うん、だから汗かいてねやばいみたいな緊張感あふれるカットもあったなって思いますね、うんうん、なんか対応力と言いますか、うんうんうん、それこそあの瓶をね、うん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 、瓶をズグってこう、うん、躊躇なくいく感じ、うんうんうん、お腹にね、あれはね普通の人からしたら同じような反応になってしまいますね。お腹さすりたくなる、うってね、なっちゃう。もう岩波さん、岩波さんの胃が心配と言いますか、いやまあなんかねそれこそレミングスさんの圧倒的強さを分かっている、うん、分かっているがゆえなのかな、本能的に分かってると思うので、もしかしたら本能的に分かってるのかもしれないけどね、まあ、そうですね、うんうんうん、やばい存在だみたいなのは、
躊躇なかったな。いや躊躇なかった。荒瀬さんいいな、ね、あれ人だったらって思うと思う、ね、そしたらもう一気になんかデッドマントディスプレイのレート指定が上がってしまったかもしれない確かに急に R 指定になっちゃうかもしれない、うんうんうん、いやまあでも他でも結構なことしてるか、してるな、そうしてるけど、ね、まあまあより一層ね上がったかもしれない、うんうんうん、確かにあいやそんなね、はい、荒瀬さんの今後にも、うんうん、ぜひぜひちょっと注目していただけたらと思います。お願いします。はい、そして続けまして、はい、ちょっと別なお便りもご紹介していきたいと思います。こちら、はい、ラジオネームゆうぴこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうきくん、のぶくん、こんにちは。こんにちは。デッドマンとディスプレイ毎週欠かさずリアタイしてます。ありがとうございます。私の推しである荒瀬さんは、うんうん、武闘派でハングレ集団を一人で壊滅できちゃうほどの強さを持つキャラなのですが、うんうんうん、正真正銘の歴史とした警察官という一面を持つキャラでもあり、そんな荒瀬さんのかっこいいド派手な活躍をアニメでも見れてすごく嬉しいです、うん、そこでお二人に質問なのですが、デッドマン&ディスプレイの中でこのキャラはこんな一面もあるのと思ったキャラクターはいますか。ありがとうございます。おありがとうございます。まあね、そのサンズサンズをね壊滅させたところのシーンを もう熱く熱く OAD とかで見せてほしいですね僕はいつか見せてほしい、どんな感じだったのか。今後ね敵強すぎてちょっとなかなか難しそうなんで、うん、何かスピンオフで荒瀬さんの強いシーン俺強いシーン見たいですね。なんだかんだでなんでしょうね、ずっと強者と言いますか、うんうんうん、荒瀬さんって なんでしょうね、なんであんな強いんですかね。なんであんな強いんだろうね。実際なんで人のランクであそこまで強いのは、ね、なんでなんのかちょっと謎かもしれない。なんか立ち振る舞いも、うんうん、なんて言うんでしょう、なんかその私の中の、うん、中二病ソウルを刺激してくださる。いや中二、ご本人は中二病ではないんですけど、確かに ね、 本人ですね。あんな強者でいたいと言いますか、わかる、痛い、なんかかっこいいっすよ ね、 ね、なんか生きらないのも、普段生きらないのも好きだなっていうのはあるね。絶対物静かだし、最初ピンチみたいなシーンとかでも、うん、なんか普通になんて言うんでしょう、冷静に分析してる、確かに頭もあるというか、ね、さらに言えば相手が強ければ強いほどちょっとニコッと笑うところも素敵なシーンだなって思いますね。狂っていそうでありながら落ち着いたところもありつつ、うん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 、それがねまたねそういうところがね、そうか、ありがとうね岡本さんがね、いやさすがなんすよ、ありがとう、いやさすがなんすよ、ありがたいさ。なんかそれこそ僕的になんか、ね、うん、このキャラこんな一面あるのっていうと、本当に僕も今あのまさしく言ったんですけど、荒瀬さんってこう狂っているかに見えて、うんうんうん、たまに垣間見える冷静さが本当に、はいはいはい、あーいいわみたいなモノローグは結構普通なんだよ ね、 ね、なんかこのキャラこんな一面もあるので言うと、うん、まさしくあの荒瀬さんが僕の中では当てはまるのかもしれない。そうなんだ、うんうんうん、なるほど、うん、あの個人的には、はい、まあ、岩の目、うん、あ、そっか、岩の目さんもそうですね、がやっぱり意外性があるというか、うんうん、なんだろうね、裏の裏表みたいな感じに行く感じがしてて、うんうんうん、最初見た目はなヤンキーみたいでダメそうだけど、うんうん、実は警察としてしっかりなんか主導できるけど、ね、ダメな部分もしっかりあってみたいなちゃんとダメな部分もあって、うんうん、でもダメじゃない真面目な部分もあってっていう、うんうん、なんか人間のいいとこ悪いところを全部網羅してる、そんなキャラクターな気がするかも、ね、人間味が一番溢れてるかもしれない。なんかあれなんですよね、なんかあのこうチャラそうに見えて、うんうん、チャラそうに見えてなんか真面目な顔もできる、できるよね、方はいいですね、いいよねちゃんとチャラい部分もあるしね、しかもこれずるいんだよね、なんかね、ずるい、うん、で警察ずいいですね、うん、女の子好きそうで楽しそうで、うん、お酒も好きそうにしてるけど、うんうん、まあ、実際好きなんだろうけど、うんうん、もうちゃんと左脳も動いてるというか、なんかね常に状況を見ている脳もあると言いますか、うん、ね、ちゃんと仕事できてる脳があるっていうのはすごいなってやっぱ思いますね、良き、良きですよ、うん、それこそね、ああもう閉める、もう閉めるって言っていや細野木さんに関しては、はい、いろいろ思ってる岩の目さんだからこそ、あ、そうですね、ね、
そこには真剣になるのかなって思いますね。そうなんと言いますか、うん、そう気になるところと言いますか、うんうん、いや今後は気になるな。気になるな。僕は何も知らないけど。はい、はい、ということで以上普通のお便りをご紹介しておしゃべりする dmdp.com のコーナーでした。パーソナリティやゲストさん宛のメール、テレビアニメデッドマンとディスプレイの感想をお待ちしております。原作情報。原作成田亮吾先生、作画藤本慎太先生による原作コミックスデッドマウントディスプレイはヤングガンガンにて好評連載中。コミックスは現在最新11巻通常版と豪華小冊子付きの特装版が発売中。それでは今回の番組後半はこのコーナー、デッドマウントーキング。こちらは原作そしてアニメのデッドマンとディスプレイに登場する、はい、レミングス、ヒフキムシなどの役ネタ、うんうん、ネクロマンサーなどの異能、うんうん、そしてカバネ神殿殺し屋殺しなどの通称、うん、ポルカ君が仕事 として始めた占いなどの用語を使ってメールを投稿していただこうじゃないかというコーナーになっております。今回も投稿届いておりますのでご紹介いたしましょう、はい、ドノンラジオネームリサピョンさんからいただきました。ありがとうございます。榊原さん、ゲストの岡本さん、こんばんは。こんばんは。初めてお便りを送らせていただきます、うん、お二人に質問です。何？アニメではポルカくんが様々な異能を使っていますが、うんうん、榊原さんと岡本さんが使ってみたい異能はありますか？一番使って子供の頃から風使いに憧れてて、風を使いたいなって思ってて。なるほど。いろんな風使いキャラクターがいて、それの真似はやっぱしてたんだけど、うんうん、大人になると例えば強さのランクで言うと、うんうん、大体こう分かれてくると思うんだよね、うん、コピー系が強かったりとか、うんうん、あの無効系が強かったりとか、うんうんうん、いろいろあると思うんだけど、一番机上論で言うと2パターンに分かれてて、うんうんうん、まあ、幻覚系幻覚系もクソ強いも強いですね。結局夢落ちまで持っていけるから全部強いなっていう漫画において あらゆる作品において五感を支配してるって感じですね。そう、全てどっちか分かんなくなるのは実際死んでても死んでない可能性が高すぎるから強いなってものと、うん、あとやっぱ時、時はずれ、時は強い、例えば自動で死んだらリザオラルみたいな感じに、うん、あの生き返ってる時の能力とかあったら最悪だなって思ってて、もう強い。いやもうね、でもこの質問あれだな、すごい簡単だと思ったけどこれ難しいな。頭の中にどんどん具体的なあのキャラクターが出てくるよね。わかるよ、俺も風使い出てきた。あ、これ難しい。あ、本当ですか。キリズム喋っていいですか。俺は風使いって憧れてた。じゃあ僕あのあれです、これ絶対パッキューンとか入るんだろうけど、うん、僕あのなんでしょうね、あのベクトルを反転させる能力。あれレイツ、あのじゃ ゃんあのなんて言いますか、あのなんでしょうね、やっぱあれね、憧れますね。あ、憧れる。憧れます。いや思う、確かにあれね、反射だと思ったら反射じゃなくて実はベクトル操作っていうね。あれはね強い。奥に行ったんじゃない。ダメだ、ちょっとなんかあのもしかしたら、うん、あのいい感じに切り取られて使われるかもしれないから、なんかあの切り取りやすそうな感じにも言い換えておこう。あのなんていうか、私あれです、あのあれです、あ、カットされた世界線に皆さんいますか、それとも続いて聞いていますか。私はですね、先ほど言ってはいけないことを口にしたんですけれども、そうですね、あの言い換えるとなんていうか、こうほらいろんな、うんうん、悪意のある力とか、こう悪意のある攻撃とか襲いかかってくるじゃないですか。そういうものをなんかこう向きとかを操作して相手に対して打ち返すとかなんか空気を圧縮したりするやつまたカットされちゃうよそう、いやなんかでもそう、あのですね、そういう力とかね、あの、うん、そのなんて言いますか、私も中二病なソウルを持っていますから、はい、そういう方々をね、いろんな作品で見て憧れている部分がありますから、粉塵爆発知らなかったし俺その当時知らなかった。わかりますわかります、うん、粉塵爆発って起こしたくなりますよね。ね、いいワードだよね、粉塵爆発ってね。そう、中二病心刺激するんですよ。刺激するよね、あれ。でも確かにな、いやでもな、なんだろう、わかる、あれは何でも、要は何でもできちゃうっていうことだもんね。力を支配するってだってね、
何でもできるから全ての事象には力があるから それをこう強くもしたり弱くもできたり向きを変えられるってもう何でもできちゃうっていう。かつオート発動とかあったらいいですね。確かにね、別に特定の何かを言ってるわけじゃないですけど、ね、オート発動ね、常時オート発動させといてね。そう、なんかいろんな物語においてもやっぱりほらあれじゃないですか、なんていうかこの力を使えてない瞬間とか、うんうんうん、お前の力は認識することが必要なんだろうみたいなのが弱点になることって多いじゃないですか、はいはいはい、うん、その点で言うとオート発動能力がやっぱいいと思うんですよ。確かにオートだから不意打ちとかね、そう、よく対応済みは強いよね、それに対して、うん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 、あと対人間に対して、うんうん、空気を操作しちゃえば酸素なくしちゃえばもう勝てる気がするんだよね、地味だけど。いやちょっと危険だ、危険、なんかねあのねごめんなさい、あのね私が言っておいてあれなんですけど、うん、これ危険だったこれ危険だったな、これ危険だったな。なるほどね、でもあれは憧れるよね。そう、憧れると思います。このトークあったら一番原初の憧れに近いかもしれない。あ、そうなんだ。なんか多分原初の記憶、あの僕の中の原初の憧れ、うん、なんか三中、あ、五中、いやわかんないですけど、うん、なんか少なくともそのぐらいの中には入ってる。同じぐらいのランクの原初の記憶だと誰がいるの？ですね、うん、まずあの会津様ですね。だから幻覚系強いの結局そう、あの完全催眠で強いの。皆様にはパキュームが入りましたでしょうか、うん、そう、完全なる催眠を行うような能力とかですね。あれはずるいよ。まるで何でしょうね、鏡に映った花や水に映った月であるかのようにこの相手に幻覚を見せて相手を溺れさせると言いますか、そんな能力。あの人だってさ、うん、始まりの会合しかしてないもん一歩先行ってないんだもん、だっていやそう、そうですよ、ね、そう、あれがな、いやもう始まりが強いんですよね。そう、始まりが強いのがずるい。あと名言製造機だよね。そう、名言が強いんですよ。あまりほえっと弱っっていい言葉だよね。あの岡本さん、え、アウトっす。あ、カットされてる。永遠にカットされてる。はい、ということで、ちょっとですね、うん、皆様に一体今のラジオがどのぐらい届いたのか、私もこのラジオのオンエアが非常に楽しみなんですけれども、そういう意味でもあるのかもしれない。ちょっと我々暴走しすぎだぞということでですね、そろそろ、コーナー終了したいと思いますけれども、以上デッドマントーキングのコーナーでした、デッドマントディスプレイに登場する用語を使って投稿をお願いいたします。アニメのストーリーの展開とともに徐々に使える用語を増やしていきますね。ということで、それではここで一曲お聴きください。テレビアニメデッドマンとディスプレイエンディングテーマ、水瀬いのりさんでアイオライト。こぼれた雫は見ないふりをして、路地裏光る何か探してる。宝石みたいな色はなくて情報。テレビアニメデッドマンとデスプレイオープニングテーマ、ソウさんのネロが配信中。同じくエンディングテーマ、水瀬いのりさんのアイオライト発売中。ブルーレイ情報。テレビアニメデッドマンとデスプレイブルーレイボックスが9月20日水曜日に発売が決定しています。原作成田亮吾先生書き下ろし小説、藤本慎太先生書き下ろしイラストカード含む特典付き、9
詳しくは公式ホームページをご確認ください。さてテテラジ第7回お別れのお時間近づいてまいりました、はい。番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。詳しくはメールフォームを参照してください、はい、各コーナー宛ての投稿をお待ちしております、はい。ゲストの方は決まり次第告知いたしますので、アニメ公式ツイッターをフォローして通知をオンにしてください。お願いいたします、はい。そしてですね、デッドマントークデスプレイディオデテラジはキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルにて、毎週金曜22時に配信されます。次回第8回の配信日は6月2日金曜日22時になります。忘れないようにカレンダー機能にデテラジとメモしておいてください。お願いいたします。さて、うんうん、5月29日から放送配信されますデトマントディスプレイ第8話の見どころをちょっとプレゼンしていきましょう。あー難しい。これなんかあれですね、なんと言いますか、うん、その一言で表すのが非常に難しいと思います、うん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 。このいろんな人たちの行動が行動がパッて結びつくのかなとかいう気配も伏線がみたいなあったりするかもしれないられるぐらいな感じなのかな。言い過ぎどうなんだろう。いやこれはちょっと公式さんの判断に任せよう。もしかしたらこれさえもカットされてるかもしれない。いやなんかでもあれですよね、そのいろんな要素のある回、うん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 、これがいいんじゃないでしょうか。いろんな要素あるから、はいはい、何の見どころアプローチご紹介にもなってないかもしれないですけれど、個人的には、はい、まあ、8話に限らずなんだけど、シフキムシの CV がトネさんだったことが個人的にはびっくりとともに嬉しかった。なんか、うんうんうん、トネさんだって思う。むじゃむじゃ頭のトネさんがねそうですね、結構強めの強キャラをやってくださってて、なかなか良い、うん、良きそう面白かった。ほぼディレクションもすごい なんだろう、こう機械的な感じでっていうディレクションが入ってて、そういう感じなの、ヒフキムシっていうのがなんか聞いてて、こうキャラ作りにの最中を垣間見てて、うんうん、あ面白いなっていう風に思ってましたね。そういえば荒瀬さんに関するディレクションとかって何かあったんですか、うんうん、これがなかったいやまあ そんな感じでってなったなかったのよ。いやまあなんかあの、うん、分かります。なんかだって、うん、もう何でしょう、岡本さんだもん。いやあんなに下から血流しながらね、帰り血を浴びながら煮立て笑ってしない。なんでしょうね、あのそれこそなんか皆さんあるじゃないです か、うん、なんかこの声優さんってこんな演技のイメージあるなとかあるじゃないですか、はい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 、なんかあの僕がそれこそ育ちながら、うん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 、今までの人生育ちながら、うん、あの聞きました、うん、というか、まあ、それこそ のある種私の持ちたい異能トップクラスであるような方だったりとかね、はいはいはい、そう画像出されたれ、ね、いい髪の毛の色もそっちに近いもんね、今のね岡本さんの髪色にも近いような、ね、あの方とかで僕は岡本さんのイメージが形成されてたんですけど、まさしくなんか岡本さんの正しい、うん、講師の仕方といいますか、そう言ってもらえると嬉しいですね。というかごファンの皆さんも結構荒瀬はやっぱ喜んでもらえてる感じがしますね、肌感、うん、いいですね。嬉しい。いやこれからも生き生きとした荒瀬さんのご活躍に期待しております。よろしくお願いします。戦ってほしい。ファンとしてもということで、うん、アニメデッドマン&ディスプレイ第8話お楽しみに、感想メールも送ってください。お願いします。今回も岡本さんをねゲストにお迎えしてお届けしましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。いろんな話できたんですけどね、まあ、全然まあ話せてないとしたらですね、まあ、チョコレート店からしたらですね、はい、スイーツトークをしてないなと、はい、いうふうに思ってまして、いずれねスイーツトークまた呼んでまたしたいなって思ってます。うんうんうん、あと読めてないメールもね多々あったんで、本当すいませんでしたっていう、この2回に2週にわたってね読めてないんですよ。結構ましたけれども、はい、いや皆さんありがとうございました。ありがとうございます。引き続きお願いします。いや本当に岡本信彦さん2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回のデテラジはここまで。お相手はシネマポルカ君役榊原優希と荒瀬幸三郎役岡本信彦でした。デッドマウントークデスプレイディオデテラジ、次回の配信をお楽しみに。デッドマウントークデスプレイディオデデラジ、この番組は
デッドマウントディスプレイ制作委員会の提供でお送りいたしました。